ヴィッセル神戸、北本邦衛、大事にしている言葉。僕がプロに入って神戸に来てからそれまでずっと実家で暮らしてたんです。初めて一人暮らしをして、両親が手紙とかたまにハガキをくれたんですけど、その最後に常に書いてあったのがこの言葉で、こういった環境に入れることの大切さというか、そのありがたみを感じなさいということだし、やっぱ日々毎年毎年、今回もね、踊るすぎとかハーフなど来ましたけど、いろんな競争の中に生きてるわけで、その中ではやっぱり努力しなければ生き残っていけないよっていうことだと思うんですよね。もう30後半にも入ってきましたし、もう少しやりたい部分もあります。それはね、僕自身でなかなか決めるのは難しいかもしれないですけど、しっかり毎日毎日を全力でできるようにはしたいなと思ってますね。日々努力、日々感謝。次回はセレッソ大阪19番サーカミリージです。ぜひ見てください。